縫い道石山は、下北半島にある標高626メートルの山である。山頂部はわずかに西村に入っている。東北百名山に選ばれている。野平林道と福浦港からの福浦林道が接続する峠に登山道がある。登山口は標高350メートルに満たない標高ながら、ナ林が見られ、登山口の隅からその林に入っていく。 10分程度で、左の押しが茂る杉林に変わる。緩やかな登りは、次第に折に転じて、暗部で、野平分岐に突き当たる。左に曲がり、数歩先でまた、福浦分岐に突く。ここを右に曲がり、杉から、ひばやぶななどの林を高度を上げてゆく。次第に、ひば樹林の急な尾根になり、巨大な岩を左右に見ながら、ロープを使い登ると、 広いテーブル状の山頂に到着する。登山道の途中を少し戻ると、標高454メートルの縫い堂石山展望台がある。また、ババ岩の北西にも、同程度の標高の通称、ジジ岩がある。ババ岩内部には、洞窟があり、体内巡りができる。大浦大畑は、縫い堂石山で1956年に発見された、地類である。 アリューシャン列島でも見つかっているが、日本では、ヌイドウ、石山だけで発見されている。これは、氷河時代からの生き残りであるとされている。最初は、人知れず保存した方がいいと場所を明らかにしないで、保護する方針を取った。しかし、近くのヒババヤシが伐採され、ガスがかかりにくくなるなど環境が激変、死滅する岩竹が目立ち始めた。また、 ロッククライミングの練習場として脚光を浴び、大浦肥大和竹は危機に陥った。そこで、大浦肥大和竹は、縫堂石山、縫堂石の特殊植物群落として1976年、天然記念物に指定、保護された。三名の由来は、縫堂が探れる山という説や入道に見えるという説などがある。出展、火山の活動による地形国土地理院。 2016年10月閲覧ありがとうございます。